皆さんおはようございます。始まりました。いやー au Pay Market News です。ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶と申します。今日は朝の時間帯から皆さんご参加いただきありがとうございます。今起きたよといった方もいらっしゃるかと思いますし、これから休みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。おはようございますといったワード、私も久しぶりにコメントしたんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しくお買い物できればと思います。よろしくお願いします。またコメントも皆さん読んでおきますので、ぜひぜひニックネームもつけてお寄せください。この番組は au Pay Market News のお得なニュースをお届けしたり、気になる商品を皆さんと一緒にチェックしようという番組となっております。ぜひ皆さんコメントでさやっちハッシュタグでですね、さやっちとお買い物とつけてお送りいただければと思います。そしてこの番組は切り抜きも自由ということですので、番組の感想などと一緒に SNS でお買い物をつけて拡散の方もよろしくお願いいたします。ツイッターでトレンド入りしたら嬉しいですね。ただ先日トレンド入りしたみたいなんですよね。おすすめの欄でさやちとお買い物、皆さんありがとうございました。朝の時間帯もぜひおすすめのお買い物を教えてください。おはようございます。いやどうも好評であれば2段3段と計測していきますので、皆さんの力を貸してください。さあではちょっとコメント見ていきましょうか。おはようとおはおさやといただきました。流れ星さんよろしくですよと、くっさんさん朝おさや言いづらいですね自分の名前ね。人間の頃以来のさやち、今も私人間です。モルドーさんおはおさやとありがとうございます。あ、コメントたくさん届いてますね。あ、マナーモードだと音聞こえないよともいただきました。あ、こんな風にコメントも出るんですか、すごい、ありがとうございます。ぽよんですね。あきさん、さやちおはよう、かえてどうも、大阪のゆうきさんからも、切り抜き自由とは太っ腹ですねと。そうなんですよ、ぜひ切り抜いて拡散いただきたいと思います。変えてどう思った、皆さん鍛えられてますねいやどう思うの返事は変えてどう思うともお伝えしてましたもんね。いや素晴らしい速さのレスポンスです、ありがとうございます。さあそんなコメントモデルということで、この後もよろしくお願いします。何時に起きたのと高村さんから。私は今日は、3時半に起きました。元気いっぱいですさあではでは、そんなね良きところで今日のファッションチェックとお天気チェックをしていきたいと思います。早速一つ目のコーナーに行きましょう。今日のお天気チェックのコーナーです。やはりお天気キャスターとしてまずはお天気を確認していきたいところですね。ここを飛び出してスタジオのある六本木のお天気を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。その前に私のファッションチェックもしていきます。なんとお洋服を用意していただきました。ご覧ください、可愛くないですかこのお洋服。一気に冬そしてクリスマス仕様じゃないですか。このモコモコの白ニット、今トレンドがこの大きめの襟ということでご用意いただきました。ちょっと一周回りますね、回るの夢だったんですよそしてクリスマスカラーの緑のチェックの巻きスカート、ヘアスタイルも可愛いですよね。そうなんですよ、お洋服に合わせていただきました。そしてなんといってもこのブーツ、スタイルがよく見えるこの茶色い革ブーツをご準備いただきました。これを履くだけで気分が上がりますね。デートにもぴったりな内容なんじゃないでしょうか。はい、寒くなってくるこの時期、分厚いニットと暖かいスカートで過ごしたいですね。今日のトレンドのお洋服をご紹介しました。では早速お天気もチェックしていきましょうか。六本木のお天気をお送りしていきます。いやー、朝から空を見ることができるなんて幸せですね。こちらからお送りしていきます。ではでは、すごく眺めがいいんですよ。ご覧ください、現在の六本木のお天気です。朝はねちょっとこう雲が多めなんですけれども、比較的穏やかな天気です。
現在高気圧がありまして、ここ近辺は南風が吹いております。今後は低気圧前線が通過していきまして、だんだんと北風に変わってくる予想となっています。雨が降って冷たくなりますので、皆さん暖かくしてこんなお洋服で過ごしていただきたいと思います。現在ですね、ウェザーニュースでも番組を行っているということなんですけれども、ウェザーニュースライブモーニング、今日は大島キャスターということです。ぜひ番組もチェックしてください。ではちょっとリポートも送っていきましょうか。アプリご用意いただきました。ウェザーニュースのアプリをちょっとこちらで お送りしていきます。よいしょよいしょよいしょ、こちらでいきますね。では空の写真といったところをタップいただきまして、リポートを送りましょう。今日は、いや幸せですね、こんな高層階のところから撮れるなんて。空送りがいがありますよ。いやテンションが上がりますね、こんなに綺麗なところから送れるなんて。ではちょっと空の全貌を撮っていきましょう。いや素敵ですね。もう一回撮りますね。こんな風に送っていきました。コメントも入力します。今朝の空雲が少し多めと、東京都港区からお送りしていきますね。六本木おさやといただいてますか今。いやなんか幸せですね、こういう風に皆さんと一緒に眺めることができるなんて。影なし、今はそうですね、ちょっと肌寒いかな、今と変化なさそうです。そしていきます。はい、ぜひモーニングで拾われたら面白いですね。大島キャスターぜひ拾ってください。はい、ということでこちらのリポートお送りしていきました。皆さんご参加いただきありがとうございます。いやコメントもたくさん嬉しいですね。そう朝なんですよ今の時間帯ね。港区女子になりましたと港区で送りましたね、間違いなく、はい、ということでお送りしました。さあここまでお天気チェックしていきましたが、では続いてのコーナーに参りましょう。もう一度同じスタジオに戻っていきますこちらから見ていきますね。さあやはり、まあ、このということで続いてお送りする内容、皆さんお気づきの方も多いかと思います。はい、スタジオに戻ってきました。この温かみのあるスタジオずっといたいです、はい、ではでは行きましょうか。スタジオに戻ってきましたけれども、コメントもたくさんありがとうございます。流れるようなコメントで皆さんのコメントたくさん拾いたいんですけれども、あ六本木の景色助かるといやすごく高いところから撮れて、なんでしょうね、こう気分も高揚しますよね、そう、あブルーモーメントとも、いやありがとうございます。さあではスタジオに戻ってきましたよ。六本木の天気どうでしたか、皆さんのエリアはいかがでしょうか。ぜひ皆さんも眺めて過ごしていただきたいなと思います。では続いてのコーナーに参りましょう。ツイッター連動企画、みんなは何買ったのコーナーです。ヒアマーケットへようこそ事前に皆さんからハッシュタグさやちとお買い物で最近ネットで購入したものをツイッターで募集していきました。そちらも見ていきます。皆さんたくさんコメントありがとうございました。では皆さんが普段どんなものをネットで購入したのか気になりますから見ていきましょう。端末でご用意いただきましたものを見ていきます。おたくさんありがとうございます。早速切り抜いてくださってる方いらっしゃいますか、写真が。へー楽しみですね。どうしましょうかね。あ、これですね、さやウェイコラボパーカーを買ったよといった方もいらっしゃいますし、 ありがとうございます。こんな風に、はい、寒い時期乗り切っていただきたいと思います。あとはこれ何ですか、ブーツ、靴ですかね。いいですね、寒い時期にぴったりじゃないですか。あ、作業靴に使うために買った機能性の靴、サイズ感もぴったりで大満足ですといただきました。確かに作業シューズ大事ですよね、特にこうたくさん使う場合は必要になってくるかと思います。あとは漫画のコメントもありますね。
そしてそして、あ、やっぱり私が漫画アニメ好きだからすごい漫画本が多いです。そしてこちら、これは歯磨きの後に使うと全然汚れが取れてない、実感しました。あ、これ口の中のものを洗う洗浄機ですか。へー、いいですね、欲しくなっちゃいました。私もあの電動歯ブラシ最近ゲットしたんですよね。口の中も清潔に保ちたいですもんね。あとは、あ、本、ビジネス本も、はい、購入している方もいらっしゃいました。売れるライブコマースにもあれ、ちょっと待って、これ何ですか、これ何か語りかけてますか。え、私たちに語りかけてますか。売れるライブコマースにもこれ今日ですよね、47分。ライブでたくさん物が売れる時代ね、時流に乗りたいなと。でも確かにそうですよね、最近あのもちろんこう現地で買うのもいいですけれどもね、自宅に届けてくれたり、本当に便利な世の中ですもんね。そして、お、高級万年筆と万年筆のインクセット、あ、素敵、私も欲しいです。ガラスペン私も持ってまして、あの皆さんとこうブルーモーメント企画で、あのプレゼント企画で、ね、ちょっといただいたものなんですけれども、いいですよね、やっぱり字を書く、ね、練習もしたいですね。皆さんたくさんコメントありがとうございます。あとは、あ、これもほっこりしますね、アイスクリーム。アイスクリームいいですね。皆さん朝は甘いもの召し上がりますか。ぜひあの糖分補給も大事にしていただきたいですね。あ、ね、参加しましたといったコメントもたくさんあります。はい、あとはブルーモーメントの方までありがとうございますね、通販でぜひ、ね、お買い求めいただけると嬉しいです。あとはこれ何でしょう、あ、教本を購入しました。チェロ、へえ、楽器割られてるんですか、素敵すぎませんか。いいですね、こういう自分の趣味とかそういう時間を大事にしたいところですよね。あと帽子もいいですね、帽子どうでしょう、これ帽子もいいかなと。このふかふかの帽子もいいですね。あ、私もこの帽子好きですね。頭も暖かくして過ごしましょう。さあ、そのコメントも読ませていただきました。ではでは、良きところで皆さんね、番組ご参加いただきありがとうございます。この番組なんですけれども、どうせならウェザーリポーターさんみたいにこの番組でも皆さんの名前を決めたいですね。相性何がいいと思いますか。ウェザーニュースライブでは送っていただくリポートの方、リポーターの方をウェザーリポーターの方と呼んでおります。こちらの au ペイマーケットさんの名前は何がいいでしょうかね。相性をつけたいです。ちょっとぜひコメントで案を教えてください。私も番組前に少し考えていました。ウェザーリポーターではないですね、この番組はお天気じゃない。あ、ペイリポーターとかですかね。あとは、au ペイマーケット、難しいと来てますポチッチさんとかどうですか。 au、 あ、ペイマーさんとかどうでしょう。ペイマーさん、ペイリポーターもいいですね。ペイリポーターも素敵じゃないでしょうか。ペイマーさんは買い物名人、おー、渋いですね。通勤電車から見てます。哲夫さんからありがとうございます。さやち好き好きクラブさん、クラブまで作っていただいたんですか、嬉しいさやちと愉快な仲間たち、マイクさん、au ペイマー、モルドーさん、ペイマーさんがいいんじゃないと。ヒアマーケッターってきてるペイマーさんはマーケッターさん、マーケッターさん、au リポーターさん au ペイ君、au フォージャー、ペーター、あ、割れてますね。え、これ皆さんからたくさんコメントいただいてますけれども、これ自分が決めるんですか、最終的に。迷いますね、これだけ来てると。これ自分で、これ最終決定こう私がってことですよね最終責任重大じゃないですか。いい名前をじゃあつけないとですね。
さやち好き好き。これはちょっと待って、それでもなんか違いますもんね。さやっぺですか。あ、私思ったんですよ、ごじゃっぺさやっぺっていうね持ちネタがあるので英雄っぺもいいなと思ったんですよ。なんかあります、皆さんあります、英雄ほうじゃ決定なんですよ私で、サヤーズ。でもやっぱりこうペイマーさんとかよくないですか、ペイマーさんがこう分かりやすくなるんですか、英雄ペイさんの。ヒヤマーケターもいいんですけど、じゃあ呼び名は2個呼び名2個って許していただけますか、いいんですか、あ、許していただけるということ、スタッフさん。じゃあペイマーさんとヒアーマーケッターさんにしましょう。まあ、ヒアーマーケッターさんがつけたのは皆さんですから、私はペーマーさんをつけて、皆さんからはこう何でしたっけ、ヒアーマーケッターさんっていう案をいただきました。あ、すごいすごい、もうヒアーマーケッターさんこれ入力いただいてるんですか。ありがとうございます。はい、ね、こんな風にちょっと決めていきましょう。はい、あ、コーナーがヒアーマーケットで、人の名前がマーケッターですかね多分。ヒアーマーケッターですよこれ。 ありがとうございます。すいません、こんなね修正いただいてありがとうございました。さあ、ということで決めた名称ですので、ぜひ皆さん呼ぶようにしてくださいね。ペーマーとヒアーマーケッターでお願いしますね。ヒアーマーケッターだっぺってきてました。はい、ではこの番組もこういった進行でできればと思います。以上、ツイッター連動企画、みんなは何買ったのコーナーでした。では待ちに待ったお買い物コーナーへ参りましょうか。次のコーナーは、実際にこの au ペイマーケットでお買い物をしていきたいと思います。まず最初はですね、ちょっと私の後ろが少し寂しくないですか。ですので、ちょっとこの棚に飾るものを探していきたいと思います。ちょっとね、こう、温かみのあるスタジオではあるんですけれども、棚に物を飾りたいところですよね。継続するとどんどん物が増えるらしいんですよ。まず私は、この後ろが寂しいので棚に飾るものを探していきたいと思います。この番組が好評であれば次回実物が見られるということですので、はい、ぜひぜひさやちとお買い物のハッシュタグをつけて SNS でのシェアをどんどんお願いします。ツイッターでトレンド入りしたら嬉しいですねというのが書いてあります。トレンド入りしたいらしいので皆さんお願いします。では探していきましょうか。どんなものがいいでしょうかね。ちなみに予算が3000円らしいんですよ。3000円あったら皆さん何が欲しいですか。3000円です。SNS での反響や画面右下の商品の売れ行きによっては予算が追加されたりもするそうです。なんだか生々しいですね。3000円ですって。3000円、何がいいでしょう。3000円あったら、まあね、ちょっとお高めのぬいぐるみとかも買えそうですね。言わんでって来てますけれども。じゃあどうしましょうかね。キーワードで商品検索することができみたいなので、じゃあマウスで操作しましょうか。何にしましょう。あ、検索履歴があります。あ、ホットビューラー欲しい。でも飾るものじゃないですもんね。じゃあぬいぐるみで検索しましょう。ぬいぐるみ、あ、かわいい。これとか入んないですね、明らかに。これどうですか。これどうでしょう。お名前入るみたいなので、まあ、せっかくですので今日のペイマーさんヒアマーケッターって入れると良くないですか。記念すべき第1回目ですし、お名前入れられますよ。1930円ですし、いいですよね。これも候補にしましょう。あと何がいい？あ、カートに入れますか。わかりました。これですね、カゴに入れる。誕生月決められるらしいです。じゃあ今日は
11月ですね、ギリギリ。じゃあこの子の誕生日11月カゴに入れときます。よし、可愛いですね。あと皆さん何がいいと思いますか？ね、これいいですよね。あの飾り棚に入れるものをぜひ皆さんもコメントで教えてください。あと何でしょうかね。あ、観葉植物あたり生えそうじゃないですか。観葉植物、あ、これどうでしょう、かわいい。これこれあ、これどうです。あ、値段オーバーでしたこれは3000、あ、これちょうどいいですよ、2979円。お買い物上手。グリーンバスケット、トリピック付きです。観葉植物のインテリアギフト、おまかせグリーンバスケットがあります。これとかもありですね、可愛いですよね。じゃあ米、これカゴに入れましょうか。うん、あ、しかもメッセージカードとかつくんですね。ぜひあの贈り物として入力してください。あ、これ全部入力しないといけない感じですか。じゃあ日頃の感謝の気持ちを込めてご用途、これ何記念日ですかね。記念日にしとこう、記念日。送る相手、送る相手皆さん、その他持ち運び用大丈夫、なしなし、必ずお選びください。ここら辺にしときますね。はい、これで一応カゴに入れておきます。あ、ダメだった。あと何が必要かな。一番上、あ、これですね、ここか。じゃあこれら辺で、ヒメモンステラ、シュガーバイン、サンベリア、あ、サンスベリア私好きです。あの持ちやすいですよ、寿命が。よし、カゴに入れました。はい、こういった内容でお送りします。あと何がいいです。あとはアロマとか欲しいですね。アロマ、アロマ、うーん、これでアロマ、こういうのとかどうですか。あの加湿もできてアロマも嗅げるという、こういうのもいいですね。ちょっと値段オーバーですね。やっぱり肌の保湿もしたいですからね。うん、さっきのがちょうどいい値段です。あ、これまたいいの見つけました。3000円以内で1980円でした。見栄え的に考えてもいいんじゃないでしょうか。アロマいいですね、実用的ですし。あ、こういうものもいいですね。どうしましょう。え、皆さんデザインどういったものがいいとかありますか。あ、これこれ可愛くないですか。おしゃれ加湿器ですよね。カゴに入れましょう。乾燥するからちょうどいいんじゃないでしょうかじゃあこれコメントしていきます。あとは、あと何がいいんでしょうかね。じゃあ、棚に収まるものって考えると何系がいいですか。納豆とかどうですか納豆の飾り置物とかありますかね。やっぱここはねアピールしていかないと。自分の出身地、置物、置物、これ、あ、置物が違う、置物、置物あった。え、意外とないですね。え、意外となくないですか。需要がないですか。嘘、茨城、置物。え、検索エンジン頑張って、あ、なんか違いますね。置物、茨城ヒットしてくれなくなりました。なんでなんで、そういうもんなんですか。え、マーケット存在しないんですか。悲しい。じゃあ私あれ欲しいんですよ、実は。ベネチアンマスク、ベネチアン
私アリアっていう漫画が好きなので、ちょっとねベネチア色は出したい。これはあるんじゃないですか。ありましたよこれどうですか。これあのオブジェとしてもぴったりじゃないですかね。えこれとかちょっとオーバーしますけど、どう、これいいですよね。これファッションにもいいですし、使わないかな。あ、これとかかっこよくないですか。これ置きましょうよ、せっかくなので。ベネチアマスクカゴに入れます。あ、一発で入りました。あと気になってるものがあって、ここで検索しよう。売ってるかな。タイプライター。あらららら。変換がミスっちゃいました。タイプライター。服が出ちゃいますね。皆さんタイプライターってご存知ですか。あ、こういう感じです。のあの。昔の人が使ってたバージョンです。あ、こういうのが好きです。あ、高い1万5000円ぐらいもする。3000円無理ですかね。ねえ、3000円無理でした。これかっこよくないですか。これ扇っておくといいのかなって思うんですけれども、そうね、なかなか。そう、エヴァーガーデンですねとバイオレットちゃんですよね。なかなか高い。5万とかもする。6万もしちゃうんですか。ちょっと桁が違いますね。10倍になってますもんね。これでも気になってましたね。え、しれっといいですねはい、あと皆さんありますか、欲しいもの。ね、高いですよね。そう、アンティーク風の私好きなんですよね。何でもアンティーク家具で調べましょうか。アンティーク、あ、出てきそう。おお、なんかちょっと毛色が変わりましたね。これ何ですか。アンティーク雑貨。これ、あ、これ私好きかもしれません。ちょっとこう、あんこうっぽくないですか。茨城ですよね、これ。あんこうですよ、これ。これにしましょう、皆さん、どうですか。意外と合うと思うんですよ、この部屋に。合いますよね、これ。一番いいじゃないですか。ね、あんこうですよね、これあんこうで調べてないけど、すごくないですか、これ。希少品ですよ、これ。これなんだろう、ブリキのアングラーフィッシュって言うんですって。アングラーフィッシュって何ですか。深海魚か。あ、じゃあ深海魚だからアンコウですよねじゃあちょっとこれにしましょう。え、すごくないですか。奇跡じゃないですか。運命的な出会いをしました。やっぱりこう通販のいいところですよね。これこそ運命的な出会いですよ。カゴに入れました。しかも残り1個ですよ。これは買うしかない。カゴに入れる。ね、好きあらばアンコウといただきました。これにしましょう、ね、6件ありましたけれども、え、一番いいんじゃないですか。他に上回るものありますかね。もうないんじゃないでしょうか。いや、運命でしたね。いろいろ可愛いものはあるんですけれども、これ何ですか。これ同じようなテストが見つかりましたまあきっとおそらくアンコウになるんじゃないですかね。え、ヒアマーケタさんどうですか。ベーマーさん何が一番良かったと思いますかね、奇跡を起こしちゃいました。あ、このあんこを買おうかな。いや、残り1点なので待ってください残り1点なんで、残り1点なんで。でも合うと思うんですよ。ほら、こうちょっとこうベージュの棚に先ほどの茶色のあんこ合うと思うんですよ。アンティーク調になりますよね。残り1個ですから。はい、チョコレートの味。そう、いや、多分しないんじゃないですか。あんこは一択でいきましょうか。
はい、ということでちょっとねお買い物もしていきましたけれども、ぜひ皆さんも au ペイマーケットから、はい、素敵な商品選んでいただきたいと思います。アンコウが一番いいとですよね、同じ方がいて嬉しくなりました。うん、じゃあ買いたい商品アンコウでいいですか。本当にいいですか。やった、本当ですか。記念すべき1回目アンコウでいいですか。嬉しい、はい、ということでお送りしましたけれども、あとはですね、あの自分も買っていいんですか。自分ももしかして買っていいんですか。嬉しい。あ、じゃああんこは私がいいですか。大丈夫ですか。はい、ぜひハッシュタグさやちとお買い物をつけて皆さんも感想などつぶやいてください。ではでは続いては私が個人的に気になるものを探していきたいと思います。私のネットショッピングを覗いている感覚でぜひお楽しみください。なんとこちらは5000円以内であれば買ってもいいということですので、本気で探していきたいと思います。5000円は嬉しい。5000円だったら結構買えますよ、ね、アンコウがドンピシャだったんですよね。5000円、そしたら私そうですね、湯たんぽ欲しかったんですよ。湯たんぽ、あ、やっぱりこのぐらい値段しますよね。このエコ湯たんぽとかどうですか。あんこう気になってますけれども、あんこうは飾る用ですから。あ、これこれ癒されませんか。コードレスタイプで、足最近すごく冷えるんですよね、だから欲しくって。しかもコードレスだからどこでも持ち運びできますし、これって足も突っ込めるタイプですかね。どうなんだろう、かわいい。もう末端冷え性なのでゲーミングチェアと一緒に使いたいですね。あとは何ですかね、欲しいもの皆さんありますか。あんこうの湯たんぽないんじゃないですかね。尖ってる。あ、これどうですか。これ充電式のふにゃっとにゃたんぽ、これすごいかわいい、初めて見ました。充電式の湯たんぽで、あ、猫飼いたくなりますね。ちょうど50円ですよ。4950円でぴったり入ってますし、本物のようなエコのようにしっかり温かい輪っかになってるんですって。ゲーミングチェアとしても使えるしねと合わせて使えますもんね。え、これ欲しくないですか。どうですか。いいですよね、これありな気がしますけど、ギュッとポカポカ。でもこれお顔つけたいですね、自分でマジックで描いて、かわいい。え、カートに入れます。3時間7時間持つ。カートに入れよう。ホワイト、ホワイトで、あ、もうなってるのか、カゴに入れます。いや、5000円ってなると何がいいんでしょう。あとあれですか、私欲しいの、ホットビューラー欲しいです本当に。ホットビュー、ヒットになっちゃった。ホット、いや今日感動しちゃいました。あのメイクでホットビューラーしていただいて、こんなにまつげが上がるんだと。あ、意外と安くないですか。私5000円ぐらいすると思ってました。そして視聴者数の方5000人超えたんですか。ありがとうございます、嬉しい。あれ安い、意外と、もっと高いものだと思ってました。そう、ホットビューラーって言うんですよ。あのまつげ上げるタイプで、そう、目がクリクリになります。あ、でも3000円ぐらいだったらもっと、あ、ありましたよ、4070円が。これとかいいってことなんでしょうかね。よいしょ、あれクリックができない。できた。これ充電式なので、はい、素晴らしいんじゃないでしょうか。欲しいものばっかりになっちゃいました、うん、欲しいものばっかりになっちゃいました。意外に安いですよね。どうしようかな、長時間キープ。何がですか。
隣に、あ、そうだったんですか、さっき使ってたものが映ってたんですか。え、どれでしょう、これじゃなくてですか。ちょっとぜひ教えてください、スタッフさん。これですか。え、ありがとうございます。あ、じゃあ私もこれ欲しいです欲しい。 いやすごく良かったんですよ、本当に欲しいものばっかりなんですよ。ホットビューラーがあるのでぜひ皆さんも使ってみてください。24時間上向きまつげですって。あ、リップスじゃないですか。口コミで確かに有名ですからね。ガチ買い物ですよねいや、リアルに今聞いてますから、やっぱりあのね、女性としてもメイク用品は気になりますから、カゴに入れましょう。これを入れますね。こちらカゴに入れます。あと何欲しいんでしょうかね。あとはそうですね、ゲーミング、ゲーム環境を作りたいのでゲーミングで調べていきます。出てくるでしょう、きっとたくさん。ほら出てきましたよ、たくさん。これだったら、あー5000円、ゲーミングってつくものは、ね、高いんですよ。あるかな、5000円。眺めるだけになりそうですね。5000円。あ、まあ私チェア持ってるからな。ゲーミングキーボードはじゃあありますかね。キーボードで絞りましょう。さすがに出てくるんじゃないですか。ほら出てきました。こういう七色に光るゲーミングキーボード欲しいんですよ。かっこよくないですか。これどうですか。ありですよね。予算オーバー、大幅超過ってもちろん一つに絞ります。これいいんじゃないでしょうか。しかもレビューも出てきますよ。楽しそうにキーボード打ってました。本当は白い方が欲しかったんですが見当たりませんでした。角度によって光っているものが見えません。ゲーム用ではなく仕事用に購入しましたと。たくさんレビューもありがとうございます。じゃあちょっとカゴに入れますあとは照明が欲しいです。ゲーミング照明あ、これこれ、こういうのかっこよくないですか。これこれでも5000以内ですよ。配信用に使えますよ。ウェザーニュースライブでも使えますかこれ音に合わせて光るらしくってね、音楽に合わせて光る、光り方いろいろ、単色13色。これありじゃないですか。インスタライブこれで私やりますよ、そしたらケーブルのリモコンにあるマイクから周囲の音を拾います。へえ。あ、じゃあミュージックも楽しめるんですね。カフェやお店の雰囲気作りにもいいって書いてあります。へえ。スナックみたいですか。え、あの照明としてでも使えるんじゃないですか。使い方いろいろ。あ、でもほらゲーミング、ワッチ TV、パーティー、パーティーか。あと寝室ですね。あ、でも癒されますね。私も照明欲しかったんですよ。ちょっと待って、照明もっと見ます。あ、これこれこれ、よくよくあの TikTok の方見ますよ、私このゲームオーバーの表示。へー、あ、これも見たことあります。これ何ですか。これでも壁に貼るやつですよね。ほら、おさえライブ希望と。やりたいです私も。両面発光で柔らかいシリコン LED 発光。へー、コントローラーをイメージしてるんでしょうね。これでもおしゃれじゃないですか。カゴ、おしゃれですよ。おしゃれ、オタクですか。いや、おしゃれって言います。これもおしゃれだと思います。全部おしゃれ。これこれおしゃれじゃないですか。これ次次って指示いただいちゃいましたじゃあ分かりました。じゃあゲーミング消します。妥協して、照明でいいですか。お天気お姉さん、お天気お姉さんとして選ぶものがありますか。あ、なんか生活の照明が出てきました。じゃあ
そうですね、私あのストームグラス欲しかったんですよ。ストームグラス、こっちで、これ私1個持ってるんですけれども、ちょっとまたデザインのあるもの欲しいなって思ってて、これこういう、こうランプ調のも可愛くないですか。これでこう毎日見て観察するっていう。ちなみに私これ持ってます、これで、このタイプのもの持ってるんですけれども、新しくこうねキャラクターとかも出たりとか、あとこういうドロップ型も可愛いなと思います。どうですか、どうですか。これおしゃれじゃないですか。なんだろう、これ入れ物みたいな。あとこちら、あ、ガリレオ温度計、ストームグラス、オブジェ、ガラス、天気予報って書いてあります。お天気お姉さんとしてやっぱり買いますか、気象予報計。へー、あ、しかもこれ書いてあるのがいいですね。フィッツロイによるガイド、ガラス内液が澄んでると晴天、今日だと曇っているからクリスタルができているかもしれないですね。大きなフレーク状のクリスタルができている。不思議ですよね、昔の人がこうやってやってたんですって。今どのくらいなんでしょう。怖いですね、お買い物って最後見るとき怖くないですか。あ、かわいい、どうしましょう。これもかわいいと思いました。今どのくらいの金額なんでしょう。あ、ゆみちゃんも欲しがってたと。あ、本当ですか。やっぱり気象キャスターとして気になりますよね。私もあの1個こういうタイプ持ってるんですけれども、こうよりこうなんでしょうかね、形が変わったものも欲しいなって思います。そう、白タンのもあるんですよ、私それが欲しかったんですよ。いやー、癒されますね。あと何でしょう、ちょっとお腹空いてきました。私ご飯調べていいですか。お腹空きました。何がいいですか、ラーメンあたりしたいですね。これでもいいんですもんね。あ、美味しそう、来たかったラーメンですって。ご当地ラーメンもいいですよね。どうですか、お腹空いた、お腹鳴りそうですもん今私正直。いや、久しぶりの朝の番組、まあ、こういう配信なんですけれども、もう普通に元気すぎて胃も活発に動き出してます。いいな、ちゃんぽんも食べたいな。あ、カップ麺もいいですね、お気軽に食べられるので。焼きそば、そばだっぺって書いてある。水戸発です、これ。水戸発反応しちゃいますね、やっぱり。じゃあちょっとカゴに入れますかね。え、もう私完全に自由にやってます。お腹空いた。お腹空いたよ。皆さん朝何食べました？朝何食べました？ね、ちょっとあとね、あのお腹空いたで思い出したんですけど、お家カフェ風にしたいんですよ。なのであのカフェのなんていうんですかね、あのコーヒーメーカー欲しいです。コーヒーメーカーで入力しましょう。あ、お腹空いた。お腹空いた。コーヒーメーカーでこれで、ああ、そう、こういうの欲しくって、何でしたっけね、あのコーヒーカフェで働いてた友達に聞いて、これがおすすめだよって教えてくれたんですよ。名前が出てこないな、なんだっけな、あの金属なんですよ。まあみんな金属だと思うんですけど、あー出てこないな、なんかそのあのあれができるんですって、エスプレッソもできるって聞いて、エスプレッソメーカーで、エスプレッソメーカー、あ、なんか、あ、これだと思います、デロンギ。高いですねやっぱりね。お腹空いた。コーヒー見るだけでお腹空くのおかしいですけど、これ良くないですか。エスプレッソカプチーノメーカーで、これでこう自分で本格的なコーヒーを入れられるみたいですよ。よく思うじゃないですか皆さん、あの
カフェ行って、あ、この一杯が自分でも作れたらいいなと思いませんか。欲しいな。でも1万8000もするんですね。あ、カプセルに お腹空いて全部、あ、これもよく見ません、これ、これでもこれだったら多少オーバーぐらいですよ。これモカエキスプレスっていうんですね。これよく見るんですけれども、何に使うんでしょう。モカエキスプレス、ちなみに見てくださる方が多いほど予算が増えるということですのでぜひぜひハッシュタグでおさやのおさやとお買い物をつけてくださいこの172円もきっと上回りますよ、きっと。これ何ですか、これエスプレッソ、エスプレッソになってるんですか。エスプレッソ皆さん飲めますかこれはいい買い物ですか。一番合いますよね、うん、カゴに入れる。残り2個なので入れましょうあ、粉入れてお湯沸かすやつですか、うん、あと何ですか。あと甘いものも作りたいなと。コーヒーといえば何でしょう。クッキー製造機とかありますか。クッキー、あ、クッキー積み合わせとか。あ、クリスマスも近いのでいいですね。これ有名な六花亭じゃないですか。うん、美味しそう。あ、でもこれ本格的に見ると本当にお腹になりそうなので、ちょっと金属を見たいと思います。金属で頭いっぱいにしましょう。金属だから、金属って何だと思いますか。金属じゃなくてもいいんですけれども、万年筆、私欲しいです、万年筆。あ、お腹空いたもう完全に増えてますけれども、お腹空いた。これとかどうでしょう。私ガラスペン、そうです、去年のイベントでいただきまして、インクセットもありですね。あと鉛筆、あ、これ私持ってます、書くの、ね、文房具もいいですよね、うん、パンケーキ、お腹空いちゃうんで、ちょっとお腹空いちゃうんで、今インクで頭いっぱいな状況にしてるんです、お腹空いちゃうから。あ、これセーラー有名って言いますよね、人気って言いますよね。これあたりどうでしょう。万年筆でおしゃれなお手紙書きたいです。万年筆は金属じゃないよってですよね。ただでもちょっとメカメカしているもの、メカニックなものを見れば自然とお腹が収まるかなと。いやー、何が、あとパーカーさんとかよく聞きますよね。バームクーヘンも食べたいですよ、そりゃ。もう甘いもの今食べたいです。干し芋も食べたいです。あ、なんか料理の話になってきましたね。あ、ちなみに画面右下のシェアボタンで拡散してくれたら2000円追加していただけるようです。7000円は大きいですよ、皆さん7000円は大きいな、ねえ。右下のシェアボタンがあるんですね。あ、ここか、ありがとうございます皆さん。でも見ていただけるだけで私は嬉しいですよ。ぜひただポチッと押していただけるともっと嬉しいですあと何だろう、あとはセーラーさんやっぱり出てきますね。モンブランの万年筆がいいですよと。見てみましょうか。ボールペンコクーンがいいよとたくさんありますね。じゃあまずモンブランから。モンブラン、あー高い、買えないですよこれさすがに。でもこんなにするんですね。でもこれだけ高級ってことはそれだけいいっていうことですよね。コクーン、コクーンどうでしょう。あ、コクーンあたりすごくお買い求めいただきやすい内容。モンブランは高いんですね。お詳しい方がいらっしゃいました。へえ、
あ、コメントの皆さん、シェアしたらぜひコメントで教えてください。シェアしたらコメントで教えてくださいあ、共有しましたよとありがとうございます。ホッシーさんからもコメント共有いただきました、ありがとうございます。こんな風になってるんですね。ブランド物はやっぱり高いんですね。でもデザイン的にこれ好き、こういうの好きです。名前も入れてくれるらしいですよ。万年筆ってこんなにブランドによって変わるんですね。コクーンはかなり書きやすいよと。いや、私もねポケモンかと最初思いました、コクーンで、ね、やりすぎですよね。私も昨日ポケモンやってましたけれども、ジムリーダーまたお一人倒しました。ただすごい可愛かったんで、そのジムリーダーが、はい、ということでこちら万年筆もいいですね。あと何欲しいんだろうな、私はクッション欲しいんですよね。クッション、なんかもう私が欲しいものをひたすら皆さんに見ていただいている形になってます。大丈夫ですか。クッションだったら確実に5000円以内ですよ。クッション、あーでも高いですね。あー分かりました。じゃあクッションちょっと高い。畳はどうですか。畳、畳欲しいなって。畳、畳が欲しいです。畳、いや私思ったんですよ、本当畳っていいなって思ったんです。あの和じゃないですか。ここでこう寝転がったりしたらお家で、ゆっくり過ごせそうじゃないですか。こういうの、こういうのどうですか。おしゃれじゃないですか。やめられない、止まらないってきました。イグサが持つ、素材の強さと和む香りで、どうでしょう、どうでしょう。畳、やっぱり和の心を大事にしたいじゃないですかね。たくさんの、たくさんの方にシェアしてもらってるんですって。なので予算が2000円追加しました。ありがとうございます、嬉しい。7000円だったんですか。だいぶ幅が広がりました、ありがとうございます。7000円も買っていいってことですか。ありがとうございます。まさかの、そうね、畳で将棋もいいですね。あのマナオさんに先日お世話になりまして、畳のお部屋でした。どうしようかな。いやー、何ですか、畳にゲーミングチェア、そろそろ決めましょうと来ました。どうしよう、ポケモングッズとかダメですかね今ねポケモングッズ自分で買いますねどうしようかな。調べてみます。いいんですか、ポケモングッズ。エリリンさんとマナワさんも好きなポケモン、あ出てきました。私今バイオレットやってます。これかわいい。でもポケモン、ポケモン GO か、これどうですか。あでも なんだろう、ポケモン、ポケモンスタンドで調べよう。ポケモン戦隊って方されてきちゃいましたポケモンパジャマ、スタンド、あ、かわいい。やっぱ癒されますね、癒されますね。何でもかわいいので迷っちゃいます。あ、ゲンガーもかわいいな。スマホアクリルスタンドですか。あ、こういうのもいいですね。テンションが上がったって。こっち。そろそろ決めないとですもんね。じゃあカート見ますか。カートはどこじゃろうな。ホームに戻って、ここですか。あ、ありました。14点も行ったんですか驚いちゃいました。この中で7000円ですね。いやー
うしましょうか。じゃあこの今日出会ったホットカーラーと、これスタンドもいいですか、ケンガーのスタンドもいいですか。やったケンガーのスタンドと、ちょっと嬉しいですねケンガーのスタンドと、あとはこのホットビューラーと、7,000円ですもんね。じゃあもしかしてこの湯たんぽも入ります？ギリギリいける？計算してください皆さん。5,000円プラス、あ、ダメだ、入んないわ、やめましょう。じゃあ、どうします、7,000円ですよ。ホットビューラー3,000円ぐらいですよね。で、ゲンガーのスタンド、まあ、4,000円、あと3,000円で、あと選べます。3,000円、これ無理ですもんね。あ、じゃあカップ麺カップ麺じゃないですか、リアルなところ。あ、でもこれもいいですよね。これでインスタライブがいいんでしょうかね。どう思います？照明？あ、さっきのですか。さっきのどこに行っちゃったんだろう。なんか、ね、入れてない。さっきの照明がいいですかね。あの、大丈夫ですか。じゃあ、あ、戻らなくなっちゃいました。一回ポケモンで検索して、はい、でカート。じゃあホットビューラーとゲンガーと、これどうやって貼るんですか。でも実際いや、自宅が結構アンティーク調なんですよね。これ浮かないかなって浮きますよね、確実に。どうしよう、いや、カップ麺にしようかな。カップ麺食べますもんね。カップ麺だったら配れるし、うん、これにします。なんかもう全然女性らしくないですね。大丈夫かな。じゃあカップ麺とゲンガーと、あのあれです、これホットビューラーで、そしたら7,000円じゃないでしょうか。あ、でもやっぱ、こう言われるとやっぱりゲームの方がいいですか。じゃあやっぱりごめんなさいスタッフさん、じゃあこのゲーミングルームのゲームパッド型と、そう、茨城のメーカーって言われるとやっぱり茨城のにした方がいいですか。ねえ、どうします、これアンケート取りたいです。自分が好きなもの、ちょっと待ってね。何ですか。いや、もうすごいガチで迷ってますから。いや、でもこれインスタライブ、皆さんだったらどっちがいいですか。でも残るものがいいんでしょうかね。ラーメン買えますもんね。じゃあ、でもこれ自分でできますかね。これ貼る感じ、貼るんですね。貼る、アクリルバックボードキー採用。じゃあ分かった、これとゲームとゲンガーとビューラーでお願いします。決まりました、ありがとうございます。だいぶ迷いました、こんなに迷うと思いませんでしたまあいいね、いい選び方だったんじゃないでしょうか。はい、ということでこちら買いたい商品決まりました、ありがとうございました。目が真剣でしたね、うん、ということで私のお買い物企画こちらで終了です。では続いてのコーナーにも参りましょう。続いては皆さんも一緒に楽しめる内容となっております。気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、画面右下のカートボタンを押すと商品がずらっと出てきます。ちょっと見ていきましょうか。画面右下のカートボタンを押すと、待ってくださいね、こっちのライブ TV から入って下に、ここですね、ライブ配信中といった画面があると思うんですけれども、はい、
たくさん出てくるんですよ、商品が。皆さん見ていただけましたか。ということでですね、まあ、こちらの商品を今から紹介していきたいと思います。今回の商品は北海道産の直グルメボーノさんからの提供となっております。北海道産直グルメボーノさんからの提供です。こちら北海道プレミアムエクストラストロベリータルトです。早速一つ目の商品から紹介していきましょう。あ、クリスマスになってきました。クリスマスが来月に迫っているということで、ちょっとカチューシャをつけて進行していきたいと思います。あららら、どうでしょう。もう一気にクリスマスですね、うん、ということでこちらでお送りしていきます。あ、準備していただきました。美味しそう。これ実際に食べていいんですか。かなりお腹空いていたので、商品ページまず見ましょうかではでは一緒に商品ページ見ていきましょう。こちらクリスマス限定のデコレーションセット付きのストロベリータルトです。送料無料となっております。詳細はこのようにスクロールしてみることができます。まあ、クリスマスシーズンということで注文がこういった期間ですね、12月22日から23日のお届けとなります。注文前にぜひご確認ください。いや、もう幸せあふれる、本当にジュエリーみたいな内容ですね。甘い香りがすごいしてきました。で、あのレビューのコメントもありまして、外れないギフト、いちごがたっぷり乗っていてインパクトがすごかったですと届いております。届いております。北海道なのでね、やっぱりこうスイーツも有名ですもんね。北海道産いちごを 100% 使用、ただタルト生地なんですって。ね、美味しそう。でも甘い香りがすごいですもん。美味しいツヤ、美しいツヤ、はあ、確かに色味してます。あとレアチーズですってね、食べちゃいたいあとあの断面図が載ってますね。トローリナパージュ、サクサクタルト生地、北海道産の、あ、レアチーズですって 100% の。美味しそう。目安人数が 3,4 人分ということで、ぜひ皆さんもお召し上がりください。あとギフトボックスが可愛いです。あ、食べていいですかじゃあ食べながらちょっと紹介しますね。いきましょうか。待ちきれませんので試食していきます。わー、いいんですか。え、見てください、この可愛い装飾と、そしていちご、また見るからに生地がサクサクしておりまして、早く食べたくなります。ではちょっと一口いただきます。わーい、もうこの絵だけ見たらクリスマスですね。皆さんクリスマスいかがお過ごしですかいただきます。食べていいですか。いただきます。あ、いちごも乗せて、うま、檜山うま山です。美味しい美味しい美味しいです。本当にこの口に入れた瞬間にチーズの甘さが広がってきて、そしてサクサク生地がまたいい味を出しますね。いちごもこうジューシーでフレッシュな気分になります。酸味が効いていて美味しいです、すごく。これは朝にもぴったりですね。酸味が効いているのでいくらでも食べられそうです。先ほども商品ページご覧いただきましたけれども、まさしくこうジュエリーみたいなんですよね。綺麗ですよね。しかもこうろうそくもついていたり、リーフレットもついているということでお楽しみください。いや、これはあとレビューも高評価ですね。いちごがたくさん乗っていて美味しいと。見てくださいよ、この光沢感。これ嬉しいですよね、これだけ豪華なもので。
いやもっともっと食べたい。いちごの輝きが美味しいですねと、うん、こうなんでしょう、レアチーズケーキのふんわり感と生地のサクサク感がまたバランスが良いです。なんでこんな美味しいんでしょうか。ね、ぜひ来月クリスマス近いということで楽しんでいただきたいと思います。さあではもっとあるんでしょうか。本当はもっと食べたいですけどとても美味しい。ではでは良きところで、あ、そうですね、サンタさんの話もしましょうか。サンタさんといえば皆さん来月クリスマスプレゼント決まりましたか。サンタさんのプレゼントにケーキいいんじゃないでしょうか。私昔ですね、ケーキはプレゼントしなかったんですけれども、サンタさんにクッキーをプレゼントしたことがあって、作ったんですよね。クリスマスイブぐらいに作って、会社遅刻しそうだけど遅刻しないでくださいダメですよ、会社は遅刻しないでください、ね、会社優先で見てくださいね、私生活を大事にしてくださいね、クッキー作ったんですよね。で当時サンタさんにクッキー 2,3 枚お皿の上に乗せておいたら、本当にこうクッキー食べてくれていて、もうかけら一つなかったんですよ。で母に、すごいねサンタさん、かけら一つクッキー残さずに食べてくれたんだねって言ったら、そうだねって返してくれました。いい思い出ですサンタさんって実在しますよ、いますよきっと、皆さんの心の中にいますよきっと、皆さんはサンタさん来ますか。来月来るとしたら何がいいですか。何届けてくれますか。今日は遅刻しないでって、今日は遅刻も仕方ないってしないでください。みんなで遅刻しようって大学3限目からでよかったって大学3限目ってどのくらいですか。時間お昼午後くらいですよ確かね、はい、ということで行きましょうか、ではでは、そんなね、このまずはエクストラストロベリータルトをご紹介しましたけれども、実はですねストロベリータルトの他にもまだまだあるんですよ。濃厚半熟ザッハトルテもカートに並んでおります。そちらも商品ページ見ていきましょうか。わー、これもいいですね。ギリギリまで見ました、ありがとうございます。これも良くないですか。クリスマス限定のデコレーションセットでザッハトルテチョコレートですね。こちらも同じ期間で、わー、大人の濃厚濃密チョコレートケーキですって。このために会社休んだって方いらっしゃいます。本当ですかありがとうございます。いやデコレーションセットもついています。こちらもまたいいですね。おうち時間を特別に変える濃厚で贅沢なチョコレートギフトです。ザッハトルテって言うんですって。ウィーンのメーカーのザッハトルテ、200年の伝統を持つんですって。なるこさん、ザッハ来たよって。ザッハお好きな方なんでしょうか。プレミアムショートケーキではね、えちょっとこちらケーキね、私食べられなかったみたいです後ほど自分で買えますね、ありがとうございます。あとはですね、他にもあるんですね。あ、ちなみに気になったら右下のカートボタンから購入をお願いします。リアルタイムで売れますと配信中に総合ランキングにランクインするそうですので、もしランクインしたらお願いします嬉しいですね。ということで、ここまでケーキのお話をしていきました。あとはですね、なんと別の変わった商品もあるということです。甘いものの後にはやっぱりしょっぱいものも食べたくなりますよね。ということで続いてはですね、なんと北海道田舎そば5食セットそばつゆ付きのご紹介をしていきます。やっぱり来月はおそばですよね。年越しそばの時期ですもんね。クリスマスをしっかり楽しんだ後はそば、年越しそば、田舎そばでいいんじゃないでしょうか。これどうしよう、トナカイ取りますか
反転、なんと反転模様いただきました。いや嬉しいな、こんな反転まで準備いただいてるなんて。年末にお蕎麦は年越し蕎麦ですもんね。コスチュームチェンジしていきます。赤反転を準備いただきました。あ、サンタさんですかね、これスタッフさんがサンタさんで自分もサンタさん、和風サンタさん。これどうですか。あ、一気に 年始感出ません、年末年始感が。ではこちらもですね、ちょっと試食する前に皆さんと一緒に商品ページを見ていきたいと思います。お蕎麦食べたい。これですか、これですね。あー、5食セット大盛りですって。美味しそう。毎年大人気の当店限定そばですって。北海道産のそば粉と小麦粉を使用しているそうです。わー、締め切り期間がありますのでお見逃しなく。12月22日です。あ、自宅から放送してるみたいってきました。はい。で、内容が5、6人前でして、エビ天かまぼこ美味しそうですね。いやー、やっぱり早め早めに準備しておきたいところですもんね。当店限定で作った、購入することができないお蕎麦です。つるんとした喉越し。おお、蕎麦粉小麦粉を使用。へー、食べたいな。皆さん年越し準備進めてますか。急に輪になりましたね。こたつとみかんがあったら完璧と。確かに輪の感じがします。食べたいなね。そろそろだってもう一月経ったら年末ですよ。皆さんあっという間ですよ。そろそろ買っておかないとサンタさん逃げちゃいますよ。来年のことというと鬼が笑い。あーね、もう近づいてますもんね。大掃除しないとなと。これ後で買うと。 ありがとうございますね、年越しそばって意外とこうね、準備していないとスーパーとかでもねなくなってしまったりするので、早め早めに購入するといいかもしれないですね。エビ天美味しそうね。私も欲しくなっちゃいました。ではでは、そんなそばですけれども、これですね、おそば欲しいんですけど、まだでしょうかね。おそばくれないんですか。おそば、おそばないです。なんかそう言いたいんですけれども、なんかあのゲームがあるらしくて、ゲームを3個中2個クリアすると試食ができるんですって。ねえ、ゲーム何なんですかね。まず1つ目からいきましょうか。こちらです。ゲーム1ゲーム目、1ゲーム目、1人マジカルバナナをするみたいです。1人でマジカルバナナを行い、混乱せず20回連想を続けられたらクリア。なるほど。じゃあこれを1つずつクリアしていけばそばまでたどり着けるということですね。わかりました、頑張ります。1人マジカルバナナ、バナナといったら丸々で続けるやつですよね。20回ですもんね。自分で覚えられるかな。頑張ります。お蕎麦食べたいですもん、頑張って。じゃあ行きますか。久しぶりです、マジカルバナナ。タン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 、いきますよ、せーの。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらピカチュウ、ピカチュウと言ったらポケモン、ポケモンと言ったらゲンガ、ゲンガーと言ったらゴースト、ゴーストと言ったらお墓参り、お墓参りとの夏、夏といえば夏祭り、夏祭りといえばバター飴、また雨といえば甘い、甘いといえばチョコ、チョコといったらケーキ、ケーキといったらクリスマス、クリスマスといったらトナカイ、トナカイといったらシカ、シカといったら茶色い、茶色いといったらもうダメだ、もうダメだ、難しいこれ。茶色い出てきませんでした。難しくないですか今回。いや、13まで来ました。いやねえ、惜しかったじゃないですか。こんなことやると思いませんでした。はい、ということで1回目はね、ちょっと失敗してしまいましたけれども、あと2回違う企画がありますので、その2回を
すべてクリアすればできます。何ですか何ですか、大丈夫ですかね、いいですかね。では続いて2ゲーム目のチャレンジへと参りましょう。続いてはこちらです、バニバニパニック。3回ゲームにチャレンジして1回でも最後まで噛まれなかったらクリア。バニバニパニックも久しぶりに私やります。うん、10回で勘弁してあげててさっきのですね。いやでもこれで挽回しますから、バニバニパニック。ああチャイルドいたら納得が良かったですか。まあ、あのバニバニパニックでちょっと頑張ります。これあの最後の1本まで噛まれなかったら勝ちですよね。それは1回でも大丈夫ですか。1回でも噛まれちゃったらアウト。よし頑張りますか。いけますかね。怖いですね。ああ怖い。なんかどこから行ったらいいとかありますか、攻略方法。怖い。怖いなここ。ああ、なんなんだ量。早くないですか。ねえ、あと2回ありますか。こんな早くなります。うん。怖いな。ここら辺大丈夫そうじゃないですか。怖いんですよね。さっきここら辺ダメだった。怖い。怖いよ。ここはここ。あここここ。ああねえ。難しい。私バニバニパニックで勝てたことないんですよ。ラストですか。え、ここ。どうします。怖いな。前歯やってなかったから前歯で。ここは、あ、なんなの。失敗です。失敗しちゃいました。どうしよう。もう2連敗なんですけど、2敗なんですけど。最後のゲーム成功したら食べれるしましょうか。最後のゲームで成功したら食べられるんですね。わかりました。じゃあ最後のゲームは気合い入れていきます。何ですか最後のゲーム。またこういう系ですか。あ、いきますね。3ゲームはビリビリ嘘発見器らしいです。出される質問には必ずいいえと答えて、3問ともビリビリが来なければクリア。嘘発見器初めてやります。皆さんビリビリ嘘発見器やったことありますか。ねえこれ怖いんですけど。明らかに初めて見るような内容。これ手を乗せるんですね、はい、じゃあ一回脈を測るので。脈を測りますか。右手を乗せて、はい、質問には必ずいいえと答えて、3問ともビリビリが来なければクリアらしいです。はい、で前のスタートっていうボタンを押しましょう。これですかね、はい、押していいですか。あ、危ない。落とすとこだった。じゃあ檜山さん質問です。はい、何でしょう。1問目、はい、お天気キャスターの中で自分は可愛い方だと思っている、はい、いいえいいえいいえ。じゃあ押してください。どこですか。いいえと言ってそこ押してもうこれなるんでしょう、どうせ。いいえ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 。思ってないよ、みじんもみじんも思ってない。いいえ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 。おお。なんなかったですよね。なんなかったね。一問目成功ですね。一問目成功。面白すぎですねこれね。はい。じゃあ二問目いきます。はい。実は自分を表す絵文字がカエルなのは気に入っていない。お、いいえ。押してください。
いいえ。ん？お、大丈夫でした。え、すごいすごい。大丈夫でしたよ。これじゃあ成功するんじゃないですか。あと1問ですもんね。はい。じゃあ3問目いいですか。はい、もちろんです。実はお母さんに秘密にしていることがある。いいえ。いいえ。いいえ。おお。ビリビリしませんでした。クリアです。わーい、クリアしました。ありがとうございました。まさかビリビリせずにね、行きましたね。うん。まあ、ということで、じゃあクリアなので、はい、お蕎麦ご用意します。やった、ありがとうございます。素直に生きてるってことがね、はい、素直に生きてるってことが証明できましたね。これは自信ありそうだったと、ね、素直に正直に生きてることが、ね、証明できましたね。いや、コメントありがとうございます。セーフセーフとおめでとうと8888とありがとうございます。年越しそばを、ね、ゲットすることができそうですよ、ね、ありがとうございます。皆さんってビリビリ嘘発見器やったことありますか？私初めてやりました。で、あの、ね、意外とこうビリビリすると痛いんですね。リハーサル中にちょっとやりましたけれども、うん、いや、そしてね、朝早くからちょっとお時間かかるので。あ、わかりました。ビリビリ嘘発見器の質問を一つ、はい、あのコメントで募集しましょうか。わかりました。じゃあ皆さん、ビリビリ嘘発見器のコメントをぜひ教えてください。ちょっと一問だけ皆さんのコメントを質問として、あの、取り上げるそうですよ、うん、お蕎麦待っている間にちょっと皆さんからぜひビリビリ嘘発見器で質問したいものがあったら教えてください。ありますか？ん？お蕎麦ですよ。平常心を保ちましょうと。何か質問ありますか？まあ、例えば何だろう、こういう質問したことないですけれども、ん、出身地は本当に茨城なんですかとか、あと何ですか、あと、あ、いっぱい来ましたね。ビリビリするまでお願いしますと、カエルはもう公認です、グッサンには負けない。どういうことですか？嘘発見したい。私でもあんまり本当に嘘したことない。ゆみちゃんに意地悪してみたい。いいえ。ニャオハの進化に満足していない。いいえ。天気予報で嘘をついたことがある。いいえ。実は納豆が嫌い。いいえ。どれがいいんでしょうね。どれをするべきでしょうか。うん。これ、あの、選ぶのも私ですか？なんか来ました今。あ、スタッフさんが選んでくださるということです。茨城のミルクドランキング再開、ね、はい、何でしょう。じゃあ手を置いてください、はい、はい、じゃあ質問です、はい、茨城のミルクドランキング再開、実は美味しいと思っている。いいえ。ここから？ここから？はい、わかりました。茨城のミルクドランキング最下位、実は美味しいと思っている。いいえ。この BGM が緊張しますよね。おお。じゃあ悔しいってことですかね。そうですね。はい。一応でも1位上がったので今46位なんですよ。だから上がってよかったなって思ってます。上がってよかったなって思っておりますよ、うん、すごいですね。嘘偽りなく、ね、はい、やったやった。ビリビリせずに行けましたね、うん、思ってないよ。はい、ね、
まさか。でも朝からね、やっぱり電気浴びるのもね、ちょっと体に良くない気もするので個人的には良かったですね、うん、ちゃんと対処してました、うん、はい。お蕎麦待ちです。お蕎麦は本当に好きですか、はい、いい、あ、お蕎麦は本当に難しいね。お蕎麦は嫌いですか、いいえとかもありますかね、うん。茨城ですか、茨城はそうですね、やっぱり高い順位狙いたいですよ、うん。常に平常心のさや、うん、平常心を心がけております。あ、来ました、来ました、 ありがとうございます。お蕎麦がなんと来ました。あ、ありがとうございます。すごくいい香りのお蕎麦が来ましたよ。あ、ありがとうございます。こんな美味しそうなお蕎麦をいただいていいんでしょうか。わーい、ありがとうございます。食べてもいいですか。嬉しい、よかったですね。あの、私が真っ当に生きてることが証明できたのでお蕎麦は食べることができます、うん、ではいただきます。あ、なんかもうこの絵だけで年末じゃないですか。いただきます。どうしよう、どれから行こう。いただきます。じゃあ麺から食べますか。え、絶対美味しいですね。今年も年を越せましたね。うん、おいしい。これぞまさしく年越しそばですね。そばがこうもちもちしていて、噛めば噛むほど味が出ます。うまっ、冷やま。美味しいです、本当に。天ぷらも食べていいですか。うん、天ぷらもいい味出してます。こう、なんでしょうね、汁につけても美味しいですし、そのままの味を楽しめます。うん、うん、まさしく年末ですね。お腹すきません、皆さん。幸せな気持ちになりますね。うん、豪華ですよね。エビの天ぷらが2個も入っていて、2本も入っていて、かまぼこもあって、余韻に浸ってます、うん。いや、でも本当朝からこんな風に美味しいものを食べることができて幸せです。ぜひ皆さんも年越しそばを準備してみてはいかがでしょうか。5食セットということです。さあ、皆さん、たくさん盛り上げていただきありがとうございました。今回はヒアマーケットで皆さん買い物をしていただき嬉しく思います。あのいちごのケーキから年越しそばまで見ていただきましたけれども、ぜひあの au ペイマーケットさんからたくさんの素敵なお買い物をすることができますので、 au ペイマーケットさんの皆さん、ぜひこの後もご参加いただければと思います。今日もありがとうございました。お時間の都合上、右下のカートにあるスープカレーがご紹介できなかったんですけれども、ぜひ気になった方はぜひこちらも購入を検討してみてください。 au ペイマーケットさん、すごくこうカテゴリーも充実していて、まあ、食べ物から美容系まで、食品、雑貨系までたくさんありますので、ぜひ年末年始のお買い物にいかがでしょうか。ちなみに次回私にどんな商品を紹介してもらいたいとかありますか、ありますでしょうか。ちょっと一回お水飲んでいいですか、うん、ありますか皆さん、他に紹介しているもの、紹介したいものがあったら教えてください、うん、後で買うねと、ありがとうございます。年末年始ももうそろそろですので、
準備も進めていただくといいのではないでしょうか。あ、視聴者数が8000人以上ということです。ありがとうございます。皆さん朝から見てくださって嬉しいですね。ぜひこれから通勤通学の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、お買い物も楽しみにしていただきたいなと思います。あんこを忘れずに買ったと。はいね、今日も皆さんご参加ありがとうございました。レトルトカレーとかも確かにいいですね。コメントいただきました。ぜひこの後もまたね、こういった機会があれば私も嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いします。またですね、現在ですね、ブラックフライデーといった au ペイマーケットさんでこういった期間で行われておりまして、売れているそうですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。こっちですねこっち、はい。でポイントとしてはこの2番、500円クーポンが最大でって書いてありますけれども、さまざまな項目がありますので、ぜひお得にお買い求めいただければと思います。ブラックフライデーのお話でした。また切り抜きも OK ということですので、ご自由に切り抜いていただきたいと思います。いや、皆さんありがとうございました。ツイッターにたくさんハッシュタグを入れていただくことによって、またね、どん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 幸せの輪が広がっていければ嬉しいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではそろそろお時間でしょうか。今日は皆さん貴重なお時間をいただきありがとうございました。ぜひ通勤通学の時間帯と思いますが、一日頑張りましょう。ではまた次回お会いできることを楽しみにしております。バイバイ。